ミンツク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 。頭から離れません。はい。ということで、皆さん元気されてるでしょうか？うさぎでございます。ということで、昨日ですね、ライブしようと思ってたんですけど、バッチシ、寝てしまいました。すいません。こんな配信者でごめんねっていうことでね、視聴者の人たちにはね、言っていきたいと思いますけれども、今日はやるから。今日やるから。ね。今日はやるからみんな来てね。よろしくお願いしますね。はい。ということで、ミンツク党のね、宮川さんがね、大津さんの放漫経営について批判されておりましたね。まあ、自身の不作為ということで謝罪されてたんですけれども、いや、まあ、宮川さんにちょっと一つ言いたいんですけど、本当に、なんていうのかな、大津さんって、あなたが人生かけて応援するような女性だったんでしょうかっていうのは疑問が残ってしまうんですよね。まあ、この記事を見る限りですよ。限りなんだけど。ね、本当に、昨日の記者会見の関係もですね、なるほどと。まあ、立花さん、その予想当たってるよ、というふうに思うところがありましたね。なんて言ったっけ、最初の出だし5分か6分ぐらいの時に言ってたことだったかな。確か見たんですけど、まずなんであんなにミンツク党が警察っていう話をするかとね、NHK 党の支持者の人たち、および NHK 党関係の、関係者の人たちが逮捕されるみたいなね、言論を引いてるかって言ったら、客観的に見ると、立花さんが集めてる7000万のお金だったりとか、その他もろもろですよね。10億円っていうのを、大津彩香さんに、まあ、なすりつけて、立花さんたちは、逃げてるっていう風に言えちゃうんですよ。あ、なるほどね、と。でも、概略的にちょっと見てごらんと。なんで代表権を回収しに行ってんのよっていう話じゃない。斉藤健一郎くんもそうだし、立花さんもそうだし、浜田さんも、いやもう、それ言うんやったら代表権返してって言ってるの、ようわからんじゃないですか。で、そんな当たり前のことが分かってないんだろうなっていうふうに思っちゃいますよね。これどう見てもなんだけど。すごいっすよね。確かに警察から見てみたら、まあお金を、なんていうのかな、立花さんがお金を受け取って、で、その後に、まあなんやかんや言って、大津彩香さんになすりつけて、で、自分たちは、まあ、標本、のほんとね、のほほんと、もうなんていうのかな、もう、まあ、いわば政治団体から、やってると、10億の債権なくなったらラッキーっていう風になってると思っちゃうよね。普通の警察官だったりとか検察官の人たちはそう思ってしまうよね。ただ、一番良かったのは、まあ、今回の件で僕は何回も立花さんたち側の方にはね、まあ、立花さんと一回お話しした時にこうした方がいいですよっていう話は一回したけど、まあ、なんか立花さん自身それが、本当にそう思ってるのかどうなのか知らないけれども、僕のおかげではないと思うんですけど、単純に多くの人たちが多分そういうことを言ってると思うんだけど、債権者保護が一番大事なんだよと、今回の裁判と、まあないし、NHK とナイフの中で一番、僕はずっと YouTube のね、1年前から活動させてもらってた部分に関しては、ミンツクと始まった直後からずっと言ってたのは、もう債権者保護が一番大事だと。ね。債権者保護しなかったら何かしらの、罪に抵触する可能性が出てくるんだから、一番第三者の被害っていうのを止めなきゃいけないっていう活動はちゃんとしてくださいねっていう。だから今、大津さん自身が破産詐欺罪に、ね、の疑惑かけられてて、で、逆に立花さん側の方は、何一つとしてね、破産さん犯罪人から追及されてないわけでしょ。で、そういうのをちゃんと分かっててほしいなっていうふうには思ってしまいますよね。大津さんの方にね、言いたいのはね。ちゃんとやらなきゃダメよっていう風には思ってしまうんですよね。まあ、自身の不作為を謝罪ということでね。まあ、宮川さん、本当あなたの人生かけて、よかったのと。めちゃめちゃ批判されてるやん、あなた自身もねっていう風に思っちゃうんですけどね。ということで、大津彩香さん、当初をめぐ、務めるですね、ミンツク党の関係で、今年4月までですね、幹事を務めていた宮川さんが17日、X のツイッターで、まあ、いわばですね、内見者に謝罪と。ね。片岡さん自身もですね、宮川さんが、その、ミンツク党からお金もらってるかどうかって確認してたんですけど、まあ、宮川さんはもらってないんではないか、みたいなね、路線を引いておりましたね。まあ、僕はここは、まあ、徹底的に、なんていうかな、開示させてもらう方がいいんじゃないかな。少なくとも100万、200万は、もらっててもおかしくないかな、っていうふうに思ってたんですけど、まあ、NHK 党の支持者の人たちも、あまりそこに関しては追及してないっぽいので、まあ、僕もね、やぶへびつつく必要性ないかな、と思ってるんですが、まあ、視聴者の皆さんの中でね、確かに債権者の人たちにより多くのね、返済をしようと思ったんだったら、宮川さんもちゃんと追求すべきだよねっていう風な路線をね、引くべきではないかっていう話だと思うんですが、で、同党に関しては今年の3月債権者はね、まあ、いわば破産の申し立てによってですね、破産手続きの開始が決定と、16日のね、第1回債権者集会が開かれましたと。
で、破産管財人からですね、党の会計情報が明らかになって、政党プロモーション費として4150万円。これも何回も言ってますけどね。230万、420万、旅費とか交際費ということで、630万ですね。旅費、ね、交際費っていうのがよくわかんないんですよね。なんか、なんでこうなるのと。まだ半年しか経ってないのに、600万も会議とか旅行代とかに使ってるっていうのが、ちょっと僕からしたら理解できないんですよね。だって、会議なんて、今、ズームがあるんだから、ズームですりゃええやん。ね。で、旅費とか交通費の関係もそうなんだけど、何 ?600 万も何に使うんかね。大多数は多分交際費だと僕は思うんですよ。この600万のね、9割ぐらい。9割もないかなぁ。どうなんだろう。いや、交通費とホテル代で考えていくんだったら、この600万、そんな高いところと、いや、あるんですよ。めちゃめちゃ高いさ、ホテル泊まったらね、これぐらいの額になるんですよ。うん。だけど、そんな大津さんって活動してたって。あ、なんかどっか行ってるとか、あっちこっち行っちゃっていう感じではないですからね。うん。ここはちょっと気になりますよね。で、支出されていましたよと。で、宮川さんに関しては昨年の3月に起きたお家騒動の関係で大津さん側についてましたよと。で、サポートに当たっていました。一方ね、党幹事の 役職についていたもののですね、党会議とか総会などに出席しなかったということで、大津さんから苦言を呈され、今年の3月に駒沢公園で開かれたイベントの振る舞いが決定となって、事実上の解任と。いうことになりましたね。で、宮川さんによればですね、当会議には出席せず、幹事も名ばかりで、会計情報、帳簿に関してもチェックしなかったと。議事録だけ見ていたという感じだったと。まあ、議事録だけ見ていただけでもね、まあ、幹事としての役割ちゃんと果たしてるから、別に僕はいいとは思うんですよ。いや、僕ね、人事権の話をしていくんだったら、大津さん側には問題いっぱいあるでしょと。逆に宮川さんの方はさ、あのね、何度も言っときますけど、何も決定しない、何も決断しないっていうことっていうのは、ある意味においてはいいことなんですよ。わかります？例えばなんだけど、この決定については時間を置いて決定させた方がいいな、もしくはもうちょっと議論を進めて決定させた方がいいなっていう事柄については置くのが正解なんですね。で、会議とか何かを意思決定するっていう時にですね、重要なね、なんていうのかな、過程が3つあるんですよ。一つは待つとかね、置くとかね、議論を深めるってことですね。もう、あとは決断するか、否決するか、この二つ、三つがあるんですね。だから、必ず、置くっていう選択肢は、みんな持っといてほしいんですね。特に、NHK 党のね、支持者の方々の中でも、議論を深めてるときに、置くっていうことをやってない人たちがいるんですよ。うん。これはね、由々しきっていうか、危険な、ことになりかねないんですよね。例えばなんですけど、いや、大津さんは悪だということが、もう大前提として決断されちゃって、そこからもうどんどん。だから、ミンツクとあんまりカラーが違うっていう、違わなくなっちゃうっていうね、状態になってしまう可能性があるわけですから、まあ、ここに関しては僕はですね、はっきりと支持者の人たちに言いたいのは、いや、考えてくれと。ね、よく考えるために議論を置くっていうことをやってくれと。先延ばしにするってことですね。で、意思的に先延ばしをするっていうことと、だらだら意思決定をしないっていうこととは全然違いますからね。わかりますか？ね。あ、まだちょっと話をしてる途中で、なんか議論が全然深まってないなと。それだったら、次回に、なんか、議論する場所をですね、先延ばしにしてっていうことをやればいいんですよ。で、一致と変わらないですからね、それはね。一致の界隈だったりとか、民畜党の支持者の人たちの議論と何ら変わらない感じになってしまいますから、僕たちは全く彼らとは違う、ね、路線で戦わなきゃいけないってことはもう間違いないんだから、必ず、なんていうのかな、即座に、大津さんはこうなるっていうように決定するんじゃなくて、本当にこうなるのか、いろんなことを、ね、検証していってっていう感じでやっていくとですね、まあなんか間違わない選択を、まあ選択することができるんではないかな、決定することができるんではないかなっていうふうに思っちゃうんですよね。ね、それが間違わないための必要なね、ことですね。で、旅行とか、まあ事務所の中ではですね、事務所らしなからぬインスタ映えをするいちいちおしゃれなわけですよということで、まあそれが考えなくてもゾッとしましたと、ね、見えてきたのに何もできなかったということで、大津さんに対して物申せばですね、首を切られるだけの状況で、まあ対外的に発信することができなかったということを悔やんだと。で、ドワンゴの川上さんからもね、高額な裁判費用を寄付してもらったということで明かしておりましたね。で、寄付金が結構集まっていて、若い子たちっていうのもね、100万円寄付していて驚いてるところもあったと。裁判以外に使えるとなると、党のお金には手をつけなくても、ということで淡い期待もあったが、やっぱりつまんでいたということで、債権者の人たちは明らかになっていたと。で、高額の支出に関してはですね、安定だったと。
いうことだったんですね。まあ、結果的に大津さん側のですね、訪問経由を止められなかったと宮川さんは現在ですね、被害に遭われている債権者の人たちにはですね、自分がやった行動は、マイナスだったということは間違いないので、このまま借りて謝罪したいということでお詫びをしたということですね。トースポーの記事なんですが。まあもう、いい加減にしろってみんな思ってるだろうね。ていうか、まあ今回の宮川さんのね、この発言で何が良かったかっていうと、ミンツク党のね、支持者ないし、擁護の人たちがどん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 離れてってるわけですよ。だから、なんていうかな、NHK 党の支持者の人たちの中で、ある程度、なんていうのかな、まあ、戦術論とか戦略論で考えてる人たちいると思うので、まあ、その人たちに向けて発信をするんですが、僕はね。ただ、ま、結構ね、悪者扱いされるんですよ。だって僕、昔さ、あなたみたいな八方美人には気に食わないみたいな感じで NHK 党の支持者の人たちが言われたんですけど、別に気に食わなくてもいいよと。ただ、勝ちを取りに行くんだったら、まずやらなきゃいけないのは、清濁合わせ飲むっていうことをちゃんとやらなきゃいけないわけですよね。で、戦術論とか戦略論に、まあ話になってくるんですけど、必ず、なんか信憑性だったり信頼性っていうのはですね、揺らぎっていうのが起きる時があるんですよ。で、大津さん側の方はですね、その債権者集会でもこれが決定打になってるんですね。どう考えても。で、その揺らいでいる時の決定打として一番大事なことは何かっていうと、大津さん側に新規の、まあ、支持者を増やさないように、まあ、発信を続けるっていうことと、もう一つはですね、まあ、その大津さん側を擁護していた人たちが、大津さん側に批判をするようになっていったら、それを、まあ、こちら側で囲うっていうことですね。この二つがきちんとできていれば、戦術論的には勝ってるんですね。何かっていうと、相手の、いわばですね、まあ、能力だったりとかっていうのは別に問わないと僕は考えてるんですよ。なぜって言ったらですね、戦いっていうのは基本的に数だからです。で、例えば、大津さん側をずっと擁護してたアカウントがですね、急に大津さん側に、いやでもこれさすがに良くないですよねっていう路線を引いたんだったら、戦術的な協定を結んで、彼らをこっち側に招き入れるっていうのが正解なんですね。それが例えばなんですけど、立花さんも良くないよねって確かにイライラすることはあるかもしれないんですけども、ただ大津さん側の方の批判もちゃんとするようになってるわけですから、過去に、なんていうかな、大津さん側だったり、まあ立花さんの批判しかしていなかったアカウントが 50-50 で、まあ大津さん側の批判もするようになると。で、最終的に大津さん側がね、またね、なんて批判されるようなんですね。まあ、そのアカウントにおいてですけど、離れていったアカウントにおいて、いや、これちょっと良くないでしょっていうような発言をしている、ツイートだったりとか、ポストだったりとか確認すればですね、どんどん大津さんの批判の比率が大きくなっていくわけですね。まあ、そうなればですね、NHK 党の支持者と、まあ、そのアカウントですね、まあ、大津さんに対して、まあ、なんていうかな、正しい行いをしてもらいたいから批判的なアカウント、発言をしてるんだと言っているアカウントはですね、そんな大差ないわけですよ、正直な話。で、そうなれば敵認定されるわけですから、まあ、決定打になる大津さんのブロックっていうところがですね、まあ、発動されればですね、まあ、大津さんは戦術的に追い詰められていくということなんですね。で、まあ、何よりもですね、数は力であるってことは間違いないんですよ。で、そのことをちゃんと念頭に置いてですね、喧嘩することはないように、俺たちは余裕を持って、話していこうねっていう話をしてるのはなぜって言ったらですね、その戦術論で考えていくんだったら、なんていうのかな、めちゃめちゃ批判するっていうのは、ある意味においてはデメリットでしかないからなんですね。で、そこをちゃんとですね、俺たちは懐広いから別に、俺と喧嘩したやつであろうと、どんなやつであろうと、手を組むときは手を組むよっていう状態を、まあ、その路線を引いとかないと危ないよっていうね。まあ、そうした方が戦術的に勝つことが多いよっていうことを、まあ、今回はね、言わせてもらったという感じでございます。はい。ということで、大津さんを取り巻く状況ですね。ツイッターの話なんですけど、ミンツク党のね、党広報のね、岩井さんが、またね、なんか来年参議院選に出馬する的なことを言ってるんですよ、大津さんが。いや、僕ちょっとね、これは疑問が残るところがあったんですけど、いいですわ。まあ、意欲を見せている、かっこわらにもかかわらず、それについて全く触れず、相変わらず NHK 党のことばっかネチ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 ネ語りついてると。ね、国政政党の広報の仕事なんぞや、ということで、ね。ちなみなんですけど、僕は大津さん 2% 取れないと思ってますよ。無理だと思いますね。次の参議院選で N 国党の投票率は、都知事選から
勘案すると 0.4% 程度だと思いますので、こんな低い投票率はありえない。NHK 党を貶めようとする陰謀が、N 国党を貶めようとする陰謀があるに違いない。それを晴らすため、次の参議院選では、得票率 5% を目指す。だからお金貸してくださいって言い出すと。いや、僕、はっきり言いますけど、NHK 党の支持者の人たちは、だいたい、50万から80万くらいいるので、2% 取るために必要な残りの20万票を獲得しに行けばいいだけの話なんで、別に NHK 党、まあでも NHK 党単体でも100万票飛べるんじゃないかなって僕は思いますけどね。うん、まあ、あなた、選挙出てないし、ね、まあ、議員もいないね、候補ですから、そうなってもおかしくないですかね。そう言ってもおかしくないのかなって思いましたね。落合香さん、完全人に作成した資料は、これもね、大丈夫かな、ほんとね。落合香さん、私を議員に押し上げてください。不快にさせる天才か、お前は、ということでね。昨日少し考えたもの、見たもののスレッズに載せてしまいましたが、他にも外国では有害違法コンテンツに関しては、フランスは1時間、ドイツでは24時間の削除規制と罰則があるなど、SNS プラットフォームに対して、フェイクニュースや誹謗中傷対策のための厳しい法律があります。早く議員立法ができるように、私も議員に押し上げてください。嫌だ。うん。いや、ちいかわみたいになっちゃう。ちいかわみたいになっちゃう。いや、ね、ほんとに。やだーって言われたから、やだーってね、不快にさせるからね。めちゃめちゃ面白いね。はい。破産した大田中さん、来年参議院選に、意気込むと。破産した党が誰が投票してくれるんだということで、その通りですね。ちなみに言いますけど、あなたたちさ、NHK 党の、公職選挙法、なんだか、ポスター掲示板ジャック反対ですっていうさ、運動してるわけじゃん。あなたたちが選挙出動したら、少なくともそれが起きてもおかしくないよ。あ、で、警視庁の人たち、よう聞いとけよ。民粛党が参議院選に出たら、どうなるか分かってるよな。うん。いや、そこちゃんと分かった上で、今年中に決断しないといけない。残りも多分、今年7月の28か、8?27 か、27だから、もう残り5日、?5 ヶ月ぐらいしかないわけでしょ。で、もう8月ないし入ってるんだから、今年中に何かしらの決定しない限りは、分かってますよね。参議院選と衆議院選とんでもないことになるよっていうことだけは言っときますからね。うん、まあ、それだけは言っときます。足具の涙。民族党の破産申し立ての後、破産、財産移動によって先破産罪になると言われてますが、そもそも申し立て後に破産法91条の1、による保全管理命令は出されていません。はあ、村岡弁護士も破産開始決定がされたら大津さんは一切の財産を触れることになった。言われてますが、はいはい。そもそも申し立て後に、いや、だから、裁判所が冊子出してるわけでしょ。やっちゃダメですよと、触っちゃいけませんよっていう風なことを言ってるわけでしょ。はあ、で、別に保全命令が出てたからって言って、財産がそもそもね、返済に充てることができるお金移動させちゃってたらそれは問題でしょっていうふうに僕は思うんだけど、何を言ってるんだ。だから大津さん問題ないってこと？大津さんの詐欺破産罪は成立しないんじゃないかって言ってるの。いや、だから損壊にはなってるでしょっていう話をしてるの。なんだよ、何回も言ってるけど。当選などほぼ無理なことは本人も分かっているはずではないか。選挙にやる気を見せることで少しでもね、破産の回避をしたり資金を使えるようになる可能性が上がることをつなげるしか考えてないな。考えつかないな。無理だと思います。すいません。国会議員だったら私を国会議員に押し上げてって言ってる大津彩さんにこの曲をね、日焼けポンキッキーということで、カモフラさんいいですね。ちょっとリツイートしようか。はい、イカちゃんですね。多席の歴史、ヤマトタケル、犯罪者、で、逮捕者、あ、略式刑罰ついてるか、罰金も食らってるからダメか。まあいいや。まあ、ヒロシは好きだから、まあ批判してないでおこう。うん。ヒロシは好きだけどね。会見にいた弁護士、大塚翔太ね。はい、いなくなったね。辞任。丸山さんも解任、斉藤さん解任、綾原さん解任、広瀬解任、村岡解任さん、倉岡解任、炙り党員全員排除。所属議員除名、松本、辞任、宮川解任。そうだね、責任転換なうということでね。やばいな、これ。松本夏樹、消えちゃったけど、どうすんだろうね。
真面目に。参議院選に出ても無理だと思うけどな。レオンダイエットということで、大沢彩香さんの破産管財人から返還請求問題、今考えてみるとこんな状況で2000万円も自分の後援会に寄付したっていうのが相当金ないのかもしれんねと。大津パパもこれを許してるのはやっぱり大津家はお金ないような気がしてきた。これは本当にお金が返せなかったら刑事罰も明らかになるよねと。早く、破産広告で、結果出んかいなということで、結果出たらいよいよ大津さんやばいと思いますということで、まあそれはそうだよね。その通りだと思うよ。もうその通りその通り。ヘジさん、ああ、もしかしたら大津彩香、今裏でちょい疲れてるんだけど、なんか理由が分かった気がする。けど単なる推測でしかまだ言わんとくすっていうことで、ね。あ、ちなみになんですけど、皆さん間違えないでほしいのが、なんか、NHK 党のことをね、ツイートするときに、必ず大津彩香さんは、なんで問題ない、あっちの人たちに言ってんだけどね、なんで問題ないのかっていうことを、ちゃんと明記してくださいね。保全命令が出てるからとかって関係ないと僕は思いますよ。だから少なくとも、破産管財人から、これ返済してくださいねと。7000万は返済してくださいねって言われてるわけでしょ。で、言っちゃいけない、やっちゃいけないことやっちゃってるわけじゃない。で、典型例なわけでしょ。で、悪質でしょ、どう考えても。いや、悪質じゃないの。聞きたいんだけど。だって使っちゃいけないでしょ。だって、みんな言ってたじゃん。あの時支持者の人間も言ってたし、民粛党の人間たちも分かってたでしょ。だから離れてってるんでしょ、支持者の人間は。悪質でしょ、どう考えても。ダメでしょって、使っちゃいけないお金ですよと。だから自分のためにやってくださいねって。散々パラ、いや、私は、ね、0円で、ね、もうほぼ給料なんてもらわずにボランティアでやってますって言ってて、5ヶ月でよ、お前、1億2000万使ってんだぞ。マジで。いや、事務所費、あ、ちなみになんだけど、事務所費に関しては僕は不動産の関係だから、僕は別にそこら辺に関しては、まあ、しょうがないかなと思ってるよ。だって、立花さんに関しても、いや、引き落としされてるんですっていうこと言ってたからね。電気代だったりとか、その他水道代だったりとか、まあ、そうしょうがねえかなとかって思ってたんだけど、旅費とか、政党プロモーション費だったりとか、後援会に2000万入れたりとかっていうのは、明らかにおかしいって。どう考えても。ね。で、大津さんが別に参議院議員になろうが、なれんのかっていうか、なれんだろ。なれるんか。あれ35歳以上じゃなかったっけ確か。国会議員になれるんか。え、もしかして、残りの3年間、わかんない、あの人の、よくわかんないよ、もう。わかんないよ。衆議院議員ってことかな。衆議院議員だったら、軒並み無理だと思うけどね。絶対無理だと思うけどね、本当に。全国比例でも多分当選せんし、選挙区でも無理だと思うし。民粛党の党代表ですね、大津彩香さん、破産決定の裁判所に出されました、ひとまず債権者の方が、もう、ケンちゃんほんま好き。もう、ケンちゃんほんま好き。マジで。本当に好き。ね、セブンイレブンで俺のことを笑顔でね、握手してくれたケンちゃんも絶対に応援しようってずっと思ってるんで、ケンちゃん頑張ってください。ということで、皆さんどうでしょうか？以上です。まあ、大津さんね、本当気をつけてくださいね。っていう感じでございます。以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。バイバーイ。